M1910-37 の元となった M1910-152mm 榴弾砲 M1910-37-152mm 榴弾砲とは、ロシア帝国時代に採用された M1910-152mm 榴弾砲を、ソビエト連邦が改良した榴弾砲である。他の近代化された火砲と同様に、大祖国戦争の序盤において使用された。 M1910-152mm 榴弾砲は、ライバルの M19952mm 榴弾砲と、同様に、フランスのシュナイダー社が設計したものであり、ロシアソ連国内の工場において1911年から1927年に、かけて348門が製造された。しかし、旧ロシア帝国の一部であった、フィンランドやポーランド、 エストニアなどの独立時に一部が接収された上に、第一次世界大戦と、ロシア内戦、ポーランドソビエト戦争による損耗が重なり、1936年時点において、赤軍の手元に残された M1910 は5問の試作品を含めた101問のみであった。このため1920年代末に赤軍が保有する、 旧式化法ほぼ全種類に対する大掛かりな近代化計画が始まってもごく少数に過ぎない M1910152mm 流弾砲をわざわざ近代化する価値はないとみなされ1936年まではそのまま運用されていたしかし百三十六年には m 1九百九 30と同様に拡大された薬室を有する新型方針が搭載され、木製の車輪はゴムを貼り付けた、金属製のそれに換装された。この回収を受けた M1910 は、M1910-37152mm 榴弾砲として、正式採用された。M1910-37 榴弾砲は、比較的新しい設計であったため、 砲牙の行革工場などの改修は行われていなかった。タイヤを木製からゴム付きの金属製に取り替えたことにより、牽引速度は時速 18km まで向上した。移動時には8頭の馬で牽引し、砲1門ごとに付属する。弾薬箱には砲弾22発と薬莢24個、そして発射用火薬が収められ馬3頭で牽引された。しかし、 第一次大戦期に設計された砲である点に変わりはなく、短脚式砲がゆえの水平射角の狭さと車軸にサスペンションがないことにより自動車による高速牽引が不可能な点は改善されることはなかった。M1910-37 榴弾砲が導入された直後には新型の m 1 0 1 5 2ト、mm、ル榴弾砲が開発されたが、これは 砲画の構造の複雑さにより、生産ペースが上がらず、1941年には、生産が中止されている。M1910-37 榴弾砲は、ライバルの M1909-30 とともに大祖国戦争に投入されたが、具体的な運用期間や戦果ははっきりとしておらず、ドイツ国防軍やフィンランド国防軍がこれを露覚して、運用した形跡もない。 この点、M1900-922mm 榴弾砲と M1910-122mm 榴弾砲が、それぞれ、クルップとシュナイダーという別の会社によって、設計されたのとは、対照的である。ありがとうございます。